ジョーン・ベネットは1930年代、40年代に人気を博したアメリカ合衆国の女優、ニュージャージー州にて生まれる。両親は俳優リチャード・ベネットと女優、著作権代理人、エイドリアン・モリソン。姉は女優コンスタンス・ベネットと女優、ダンサーのバーバラ・ベネット。ジョーンの母方の祖父は著名な、シェイクスピアの俳優ルイス・モリソンだった。 その人は1860年代後期に舞台生活に乗り出した。彼女の母方の祖母ローズウッドも女優だった。ジョーンは彼女の両親と二人の姉と一緒の無声映画ザバレーオブデシジョンでスクリーンデビューした。舞台で演じる以外、ベネットは無声映画の時代からトーキーの出現を通して70以上の映画に出演した。おそらくフリッツ・ラング監督による フィルムのワールで最も記憶されている。ベネットは長く成功した経歴の間、三つの異なる段階を持った。最初は魅力のあるブロンドの無邪気な少女、それから敏感なブルネットの女、そして最後に心の温かい妻、母親像として、1950年代初期に三人目の夫で、有名映画プロデューサーのウォルター・ウェンジャーが彼女のエージェントを打って、 負傷させたスキャンダルの後、ベネットの映画キャリアは打撃を受けた。伝えられるところによると、彼女はそのエージェントと浮気をしていた。1960年代には、テレビのダークシャドウズで成功を収め、エミー賞にノミネートされた。最後の映画出演作、サスペリアでは、サターン賞にノミネートされた。ディズレイリの場面より、飾り窓の女の場面より、ヒーローの街。 スカーレットストリートの場面より、カーネルエフフィングハムズライドの場面より、花嫁の父の場面より、ありがとうございます。